くら寿司。松本おるやん。わ、マグロ頼んでるな。ズワイガニも悩んでるで。おい、知らんふりしとこ。マグロとズワイガニフェア実施中。くら寿司。いかがですか。いや、いかがですかも何も、まあ、それはもうありがたい話ですけどね。あ、そう、はい、そうです、はい、いや、そうの、そうなんですけど、うん、いや僕も非常にありがたいなって、まあ、常日頃からね、ダウンタウンはやっぱりくら寿司と共にあると思っておりましたんでね、確かに、ね、うん、何か言ったらくら寿司、何か言ったらくら寿司の話はやっぱり、うん、くら寿司、くら寿司言ってるよね言っててですね、はい、で、まあ、こう選ばれて喜ばしいんですが、まあ、喜んだというか、そらそやろみたいなとこですよね。そうなんです、言ってるんや。そうなんですけども、うん、ちょっと浜田さんが副社長の頭を叩いたのだけなんで、ちょっと納得いかないなと思ってて、あの、次回から僕一人で申し訳ございません、すいません、すごくいい音がちょっと感想もしたのかな、パーンって言いましたから、まあ、いや、申し訳ございません、ね、本当に、いや、ここにね、副社長、フリスクつけてたんですよ。あの、副社長も悪いですここにフリスクつくっていうのはあんまりよろしくないな。どっちもどっちかなとはちょっと僕も思ったんですけど、すいませんでした、ありがとうございました。まあ実際ないですもんね、あの、たまたま店行ったら会うっていうことは。ああ、それはでも浜田さんが思ってるだけで、僕は浜田さんをどっかで見てたかもわからないですよね。なんか声かけれない状態やったから僕はかけなかったかもわかんないですし、ね、あ、今回の CM みたいな感じのことがあったんですか。じゃあ、いや、ないですけどね。ないんかい。いないですけど、わかんないですもんね。ちょっとないって決めつけてることがね、ちょっとそれは言っとかないといけない。で、今後もあるかもしれないですけどね。まあ、なかなか確かに声は。でも、ああなったら声かけません。どうでしょうね、それはどういう状況かにも、まあ、そうか、よりますからね、それは。まあ、一人で食ってるわけないか。まあ、一人で食べてることはあんまりないかもわかんないですけどね。そうですよね。まあまあ、まあ、絡んだりとかね、するような CM も今までありましたけど、今回みたいにもう全く絡まない。そうですよ、だからもう今ね、なんか CM って他のタレントさんとやる場合でも、うんうん、実際は会わずにできるじゃないですか。はいはいはい。なぜ今日会わしたんですか。いや、別に別日でもいいんじゃないかなって。いやいや、それはお金かかるでしょうが。そうなんですかね。一日で取った方がいいでしょう。できれば別日の方がいいか、時間ね、ずらすとかした方が良かったのかなって。いやいや、めっちゃ嫌がってるやん。思いましたけどね。いやいや、全然、うん、ちょっと変わった感じで今回は、うんうん、絡みがなかったっていうことですね。くら寿司。あ、甘だよ。マグロ頼んどるで。ほんまのマグロか。ん、カンブリも頼んどる。めっちゃ笑っとるやん。見なかったことにしよう。だいたい9秒ぐらいしか間がないので、これでいいんじゃない。褒めてください。人が、どうしたの。どこやだよ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、本当にすいません。その通りやん。マグロ頼んでるやん。あ、ズワイガニも。ズワイガニめっちゃ見てるやんか。マグロめっちゃ頼んでるやん、ズワイガニも。じゃ、はよ食べろや。お茶飲むんかよ。はい、せーの。え、はい。いや、監督、適当に言ってない。大丈夫。ちょっと計算してます。本当？イメージ悪いな。めっちゃ早くせなあかんみたいな。もうちょっとみんなゆっくりやったらいいんちゃうん。思うけど、すっげえ早く。どうせあれやろ、帰ったらみんなで悪口言うんやろ。よーい、スタート。あー、バレました。
カメラ見ちゃったんですよね。それだけです。あとはもうバッチリです。バレたか。めっちゃ食うやろこいつ。